トライアウト当日の夜、広島空港に着いた阿部選手に一本の電話が。何？明日朝パパと一緒に幼稚園行こうね。何？明日パパと幼稚園行こうね。うん、8時30分。え、早いね。8時30分だよ。分かった、一緒に行こうよ。8時30分。うん、バイバイ。バイバイ、またね。33歳、野球人生をかけ勝負に挑んだ男の思いは揺れ動いていました。2007年高校ドラフト1巡目でカープに入団した阿部選手、プロ10年目の2017年には自身初の規定打席に到達。さらにセリーグで4位の打率3割1分をマークするなど、チームの連覇に貢献しました。しかし2018年以降は腰の怪我の影響もあり、徐々に出場機会が減少。そして一軍出場ゼロに終わったプロ15年目の今シーズンをもって、カープから戦力外通告を受けました。それでも現役続行を目指し、トライアウトへの参加を表明した阿部選手。球団から使用が許された室内練習場で、当初は一人ネットを相手にボールを投げ調整をしていました。なかなか、ね、トライアウトも狭き門というか、そこに向けてみんな思いそれぞれありますし、簡単ではないということはもちろん分かってますし、まあ、それでもやっぱり野球が好きで、こうやって小学生から続けてきて、まだまだ、続けたいという思いがあって、そんな思いですね。これまでとは一変した練習環境。それでも心の支えになったのは、手を差し伸べてくれた多くの元チームメイトでした。一岡一が松田来た時に、阿部さん練習どうしてるんですかって、まあ聞いてくれた時に、まあ一人でやってるよって言ったら、ノック打ちますよだったり、まあユウスケも球投げようかとか言ってくれたりして、今そうやって手伝ってもらって、本当にね、いいチームメイトと、こうやって野球ができてたんで、本当に幸せですし、嬉しく思います。はい、トライアウトの後のこととかって、はい、今の時点で考えたりするんですか？まあ、いろいろ考えております。うん、はい、まあ、野球のこと考えとけよ、お前とかあるかもしれないですけど、うん、まあ、家族がいるんで、家族が、ね、いなかったら、自分一人でずっといつまでも、野球やってたいっていうのはありますし、できる限りやっていたいっていうのはありますけど、どっかで決断しないといけない、ね、家族が住むとこご飯も、ね、食べれなかったりしてもあれなんで、だからいろいろ考えながらは過ごしております、うん、はい。阿部選手が体をケアするパーソナルジム、今年は腰痛もなく15年間で最もいい状態でしたが、アスリートならではの苦悩も垣間見えました。あ、もう全然3年前とは雲泥の差ですね、体は、はい、もう本人は分かんないと思うんですけど、僕の中でも全然。それはどういうことですか？いや、だからよくやってると、最初見た時は、こんなんでよくやってんなと思って、シーズンが終わっても2日ぐらい休んでもずっとトレー、まあ、基本来てますもんね、伊藤さんも、ね、ここ来てトレーニングして、まあ、松田行ったりして打って、この休んどる間に筋肉落ちたり感覚が鈍ったらとか考えたらもうってなるよね、すやすやと。そして迎えたトライアウト前最後の練習日、戦力外通告を受けてからグラウンドを使った練習はこの日が初めて。ノッカーを務めたのは同期入団でもある国保コーチでした。僕もそういう決断した時にやっぱり本当いろんな人に手伝って、ね、助けてもらったので、それもすごいいい経験になってますし、短い野球人生、ね、こう少しでも協力できればなと思って、
15年間で一番嬉しかったかもしれないですね。ここに来てこうやってみんな、ね、ピッチャーもこのもう全く投げてない時期にもかかわらず、ね、シート抱きとかしたり、ね、ノックと一緒にノック出てくれたり本当に嬉しかったです ね。どういう形になるかまだ分からないですけど、また絶対に松田に、はい、どう思ってます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。行きますか。はい。トライアド当日になりました。はい。ですね。なんか寝つけなかったですね。楽天生命パーク宮城で行われた12球団合同トライアウト。プロ15年分の思いを乗せたお手本のようなセンター返しを放ち、野球人生をかけた勝負を終えました。どうでしょう、終えられてみても。ああ、もう楽しかったですね。あ、本当に本当に疲れました。僕あんま疲れたことほとんどないですけど、今日なんか本当に今ずっしりきてます。あ、久しぶりにうわやったなっていう感じが出ましたね。はい、広島空港へのフライト中、一件の不在着信が。その電話の相手とは。あ、まあ選手会からだったんですけど、選手会の方からだったんですけど、はい、福岡の北九州フェニックス。からもう早速お話があったことで連絡がいただいて、まだこれは、まあ、すぐにはちょっと決断もあれなので、またちょっと連絡させていただきますってことで、まあ、お伝えしました。必要としてくれているとこがあるの本当に嬉しいですし、後悔のない決断ができるようにと思ってます。はい、めっちゃ変なこと言ってたね。もしレナちゃんが、はい、パパ野球やってって言ったらどうします？そう、まあもちろん、ね、やりますよ。それはもちろんやりますし、うん、ただ僕一回聞いたのが、パパもお仕事しないでとも言うんですよ。ずっと遊びたいって。子供がやってね、物心ついてまだパパがこう野球やってるかっこいい姿っていうのは大事ね。阿部智弘、33歳、決断の日は近い。トライアウトから1週間、取材ディレクターのもとに阿部選手から連絡が。書かれていたのは引退の二文字。野球選手として、父親として、一人の男として、新しい人生を歩む決断でした。失礼した。はい、悩みながら考えながら重い決断だったと思いますけれども、 VTR にありましたように、阿部選手が今日現役引退の意向を固めました。阿部智弘選手は2007年の高校生ドラフト1巡目でカープに入団。プロ10年目の2017年には自身初の規定打席に到達し、セリーグ4位となる打率3割1分をマークするなど、チームの連覇に貢献しました。腰の怪我の影響もあり、徐々に出場機会が減少、今シーズンは1軍出場ゼロに終わっていました。こちらが取材ディレクターに届いた阿部選手からの連絡です。今後については学生野球資格回復制度を取得して、野球指導や野球界のさらなる発展につながる活動をしていこうと考えていますと、前向きなメッセージをもらっています。はい、